日本初世界へ格闘技界の中心にどっかりと居座る最強とは我々のことだ。 K-1 最強伊達男ステファン・レコ、ミルコに続き立ち技最強 K-1 のトップファイターがプライドの頂点を目指し参戦。右ストレートはまさに必殺の一撃。ここ数年の活躍は間違いなくミルコ以上と言われる伊達男がプライドファイターをなぎ倒すべくやってきた。ボニャスキー I won、 アピディ I won、 ピーター・アーツ I won 2 times、 イグナショー I won 2 times。 I'm K-1, I'm the best one in the moment, but、I want to be、also in MMA。 K-1 こそ最強、 K-1 こそ最高。日本人ならば皆それくらいは知っているだろう。なわけねえだろう。進化した暴走柔道王小川直也、柔道を始めてわずか4年で世界チャンピオンになった怪物。 K-1 は12年、柔道は120年。その長い歴史の中でも才能はナンバーワンと呼ばれる小川、彼は日本の宝であった。別に日の丸背負ってやってた時期もあったけど、別に日本のためにっていう人ね、やったこと一度も言ったことないしさ、だからみんなにあのブーイング買ったのかもしれないけどね、必死買ったのかもしれない時期もあったけど。柔道王から暴走王へ、水を得た魚となった小川は四角いリングで暴れ回る。しかしあくまで決め技は柔道技、格闘家となってからもその柔らの心は変わらない。未知数と呼ばれた男の実力が今夜リアル最強トーナメントでついに明かされる。2年半の沈黙を破り暴走王が動いた。No, of course, I'm happy. Why not? It's easy opponent. For first fight, so easy opponent. Not bad. くだらねえ。I need 1 minute, and because of this is MMA, I need maybe 3 minutes. まあ俺の感覚はそれはつまんねえ野郎だなと。まあ、楽だとか強いとか次元が違うよ。誇り高き K の戦士が一発で叩きのめすか、暴走柔道王がひねり潰すか。 K-1 柔道究極の異種格闘技戦、今ゴング。プライドグランプリ1回戦、小川直也 VS ステファン・レコ。ステファン・レコ選手の入場です。プライド初参戦、ステファン・レコの入場です。俺は俺に自信を持っている。俺は立ち技最強だ。総合格闘技でもそれは同じこと。このリングで誰が最強か証明してくれる。その拳を覆っていた14スグローブは取り払われました。ピーター・アーツの顔面、元王者の魂を差し貫いたその刃は今は浮き身同然。触れるもの全てを切り裂き相手の命を絶つその切っ先はまっすぐ小川の胸に狙いを定めています。加速するスピード、稲妻のごときその狂気、全ては一瞬で終わるのかもしれません。小川よ、これだけは言っておこう。お前に残された時間はあと3
3分だ。少しでも長く生き残っていたければ逃げ回っているがいい。俺から言わせりゃお前はただのファイターだ。いよいよ K-1 最強の伊達男がプライドに出陣。ステファン・デコ・イマリングイン。赤コーナーより小川直也選手の入場です。チャンスだ。さあ一気に決めるか、小川。ステファンデコが重視取りますよ。
知らなかったです。 いきなり小川選手がね、パンチでステファン・レコを倒すと思わなかった、誰も思ってないですよ。そしてもうサイドポジションを取って、ここからどう攻めようかというこの形、ゆっくり落ち着いていけばいいですよ。まあ、桜庭さん、ステファン・レコも高田道場でかなりこういった場所からの、ね、ディフェンスというのは難しいと思いますかね。そうです、やっぱり、世界のチャンピオンですから、柔道王ですからね。やっぱり岡選手、ステファン・レコ厳しい、高田さんアウトスタイル、じわ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 、いただきます、皆様の、心のリングが上がることを待ち望む人が多かったことで、無事ここに戻ることができました。ありがとうございました。プライドのファンには大変申し訳ないですけど、あくまでもハッスルを広めるためにですね、コツコツやってまいります。皆さん、プライドも確かにいいと思いますけど、ですね、内井君、ちょっと。ハッスル3がですね、5月8日土曜日です。横浜アリーナでありますんで、ぜひですね、そちらの方もお越しいただいていただければ幸いかなと思っております。試合終了後ですね、メインゲートで、チケットも発売しますので、ぜひ会場際は、ちょっと寄ってですね、買ってください。よろしくお願いします。すみません、あまり喋ると切られますが、最後一つ、やりたいことがあるんで、やってもいいですかね。わかりますよね、もう。皆さん、ご起立お願いします。恥ずかしがらずにですね、編集とかそれの皆さん、関係者の皆さん、みんな立ってくださいね。いいですか、やり方は一応説明します。3、2、1、ハッスル、ハッスルです。試合はまだまだ続くけど、皆さん